ハロー、アースの移動、霊夢です。地球の皆さん、こんにちは、マリサだぜ。今回はガンダム、ガンプラ大好き有名人について解説していくよ。またガンダム好き有名人が炎上しやすい理由についても考察しているから、ぜひ最後まで見てね。多くの人に注目される有名人がどれだけガンダム好きなのか？これは楽しみだぜ。それでは、ガンダム解説、レディー、ゴー。まず紹介するガンプラ、ガンダム大好き有名人は、芸能事務所、吉本所属の大人気芸人さん、パンクブーブー佐藤哲夫さんよ。吉本プラモデル部を立ち上げて、自らが部長を務めている芸人さんなんだぜ。子供の頃に買ってもらった量産型ズゴックをきっかけに、ガンプラにハマった佐藤哲夫さんは、ガンプラビルダーズワールドカップの日本大会で全国2位に上り詰めたほどの実力者でもあるの。ただずっとプラモデルに触れてたわけじゃなくて、高校卒業して芸人さんになってからは、電気代とかガス代を払うことが優先になって、一時期はプラモデルから離れていたそうよ。そりゃ生活できない時期にプラモデルを買って作る余裕はないよな。そんな中、息子さんが2歳ぐらいの頃にプラモデルへ興味を持ち始めたことをきっかけに、子供と一緒にプラモデルを作るようになったそうよ。これを機に佐藤哲夫さんはガンプラ復帰しているらしいわ。お笑い芸人ならではの視点でプラモデルを語ってて、お笑いとプラモデルの共通点は、頑張れば頑張っただけ、見てくれる人たちの反応が返ってくる。エンターテイメント性もお笑いとの共通点ではないか？と語ってるよ。プロのお笑い芸人さんならではの視点で、かっこいいことを語ってくれるぜ。バンダイチャンネルやガンダムチャンネル、YouTube でも配信がされている。実写ドラマガンダムビルドリアルにも、矢田部佑役で出演されているし、吉本プラモデル部の部長も務めているだけじゃなくて、インスタグラムや YouTube チャンネルでもガンプラを作る様子を公開していたり、ガンプラを知ってる人にも知らない人にも、その魅力を伝えるために頑張ってくださっているわ。ガンプラって、ガンダムを知ってる人はもちろん、知らない人でも楽しめる趣味だから、多くの人が注目しやすい芸能人が、その布教をしてくれてるのは嬉しい限りだぜ。ちなみに佐藤哲夫さんは一般の女性と結婚されて、今は3児のお父さんなんだけど、休日はプラモデル作りに没頭してて、奥さんに愚痴られていることを暴露されてるわ。な、何事もほどほどにってことだな。次のガンダム、ガンプラ大好き有名人は、ファッションモデルとしての活動だけじゃなく、最近はタレントとしてメディアに出演されてる、市川紗椰さんを紹介するわ。この人のガンダムオタクっぷりは広く認知されているんだぜ。マリサの言う通り、市川紗椰さんはガンダムファンの中では名前の知られた有名人で、彼女の自宅にはフィギュア専用の部屋があって、そこにガンプラが100体以上あると告白してるわ。あまりにプラモ作りに熱中しちゃって、腱鞘炎を起こしたことがあるっていう逸話もすごいわね。ガンダムだけじゃなくて、サンライズのロボアニメ黄金期作品をよく見ると公言してて、富野監督とは聖戦士ダンバインのリマスター化に際して対談しているの。富野監督と話せるなんて羨ましい、と思うけど、実際に会うと緊張してしまうぜ。好きなシリーズはゼータガンダムで、自宅にたくさんのゼータガンダムグッズがあるみたい。結婚式の余興にハマアン様に扮して挑むけど、緊張した上に滑り倒した経験もあるらしいね。緊張するハマアン様。絶対にありえないけど、市川さんのハマアン様はぜひ見てみたいぜ。他にもガンダム名曲ベスト3を選ぶ企画では、数多くの名曲があるガンダムの中でも、スターダストメモリーの主題歌、メンオブデスティニーをチョイスしたり、チョイス理由もオフさんがかっこいいガンダムはいいガンダム。年を重ねた歴戦の兵士が活躍する作品で、彼らの渋さの象徴と語っていたりするわ。選曲も理由も、どっちもガンダム好きなら共感しかなくて好感度爆上がりだぜ。さて、次のガンダム、ガンプラ大好き有名人は、ガンダム好きなら誰もが知ってるミュージシャン、西川貴教さんを紹介するよ。ガンダムと深く関わりのある芸能人って言ったら、真っ先に名前が上がることの多い個人だぜ。マリサの言う通り、ガンダムとは特に関わりの深い西川貴教さんだけど、やっぱり一番深い関わりとしては、ガンダムシードシリーズよね。GM レボリューションは、シードシリーズの主題歌や挿入歌を担当しているし、西川さん本人は、ミゲル役やハイネ役としてもアニメ本編やゲーム、ドラマ CD に出演して、それぞれの登場した機体がガンプラとして実際に発売されているよ。ガンダム好きが羨む立場のお人だぜ。イメージカラーであるオレンジ色の施された専用機は3つ存在していて、1つ目はミゲル専用陣、2つ目はハイネ専用グフイグナイテッド、そして3つ目が、ハイネ専用デスティニーガンダムね。3つとも通常機の色替えってだけなんだけど、作中設定もしっかりと作り込まれているから、ただゲストで声優を務めた、くらいの扱いじゃなくて、しっかり作品の根幹設定に入り込んでいるよ。西川さんは今でもハイネやミゲルをゲームで演じてくださってるぜ。もちろん西川さんはシードだけじゃなくて、ガンダムシリーズのファンを公言してるし、
最近だと横浜の動く実物大ガンダムのオープニングセレモニー番組に出演されたり、ガンダムを盛り上げるためにいろんな形で活動してくださっているわ。劇場版ガンダムシードのプロジェクトも動いて、西川さんにまた主題歌のお話が行くでしょうし、これからもガンダムを盛り上げるために、頑張っていただきたい立役者でもあるわよね。本人も劇場版シードの発表には大喜びしてたし、3度目の声優参加もぜひやってほしいぜ。じゃあ次のガンダム、ガンプラ大好き有名人は、大人気アイドルグループ、SKE48 の元メンバー、松井玲奈さんを紹介するわ。アイドルに詳しくないけど、松井玲奈さんはさすがに知ってるぜ。でもあんまり松井玲奈さんがガンダム好きって、そういう話は聞いたことがないな。これまで紹介してきた人たちより、目立つところはなかったかもしれないね。ただガンプラビルダーズワールドカップにプレゼンターとして参加されていたり、そうしたイベントに自作のガンプラを出展したりと、ガンプラ活動はしっかりされてるよ。イベントでもガンプラはよく作っていて、家にもたくさん並べて飾ってますと語ってるわ。中学生の頃にガンダムシードを見て、そこからガンダムにどっぷりハマったみたいね。多感な時期にガンダムシードを見ちゃったんだな。それはハマっちゃっても仕方がないぜ。松井玲奈さんと同世代の人だと、同じようにハマった人もいるんじゃないかしら？ガンダムビルドファイターズの制作発表会見ではシードシリーズのファンであると公言していて、好きなモビルスーツはストライクルージュとバスターガンダムらしいわ。ルージュはなんとなくわかるけど、バスターってのは意外なところだな。キャラ的にディアッカが好きで、その登場機も好きになったみたいね。松井玲奈さんの YouTube チャンネルでも、解説一発目の動画が、ミルクティーを作りながらガンダムシードと星総一郎さんについて語る動画で、そこではシードの第2話で、キラがストライクの OS を書き換えるシーンを挙げて、キラ役の星総一郎さんがいかにすごいか、それを約4分間の間で語っているわ。元アイドルで一般のファンもいるだろうに、解説一発目にそんなぶっ飛んだ動画を上げたのか。動画を撮るときにシードの HD リマスター版がネットフリックスで配信されたから、らしいけど、本人は映らずミルクティーを作る映像が流れて、声だけでキラの演技について語る動画は、少しシュールだけど面白い内容になってるよ。個人的に興味が湧いたから、ちょっと後で見てみるんだぜ。さて次のガンダムガンプラ大好き有名人は、日本を代表する俳優でミュージシャンの、及川光博さんを紹介するわ。確かに及川光博さんは、いろんなバラエティでガンダムファンを公言してたんだぜ。及川光博さんは、9歳の頃に放送が開始されたファーストガンダムを、リアルタイムで視聴してるサイコさんのガンダムファンであると公言しているよ。及川光博さん自身にとって、ガンダムシリーズを、一言で言うとナポリタン。子供の頃から好きで、きっと一生好きなんですよ。嫌いになれない、と語っていて、どれだけガンダムが好きか、一生の付き合いになるだろうと語っているね。どれだけ好きなシリーズかを語るために、ナポリタンって答えるのも個性的だな。ファーストガンダムの初回放送からのファンだから、ガンプラブームにもハマって、小遣いのほとんどがガンプラに行ったと証言しているわ。また、2016年に週刊朝日で実現した安彦義和さんとのガンダム対談では、ガンダムの劇場版が公開された時には、深夜から映画館に並んで見たことを語っているし、子供の頃から身近にガンダムがあったからこそ、語れる思い出を話しているよ。実際に9歳の頃からずっと好きなものって言うと、特別なことでもない限り一生の付き合いだろうな。ちなみに及川光博さんは、2015年当時の大人気番組嵐に仕上がれ、で、私物の衣装でガルマのコスプレをして、嵐ファンをドン引きさせたことがあるわ。2021年に公開された閃光のハサウェイのトークイベントでも、古谷徹さんと一緒に登壇して、古谷徹さんはアムロの、及川光博さんはシャアの衣装に身を包んで、会場を盛り上げたよ。ちなみにどちらのコスプレについても、好意的な評判が多かったわ。ガルマもシャアも、髪色とかはもちろん違うけど雰囲気に合ってて似合ってるんだぜ。次が最後のガンダム、ガンプラ大好き有名人で、多くのドラマや映画に出演されている俳優さん、本郷奏多さんを紹介するわ。かっこいい役から可愛い役まで幅広くこなせる俳優さんだぜ。本郷奏多さんはガンダムシリーズの大ファンで、特に宇宙世紀作品に造形が深い俳優さんよ。しかも、ガンプラ作りに関しては多くのテレビでも特集を組まれるほどの技量があるわ。さらに2014年にはビルドファイターズにジュリアン・マッケンジー役として出演してるし、ビルドファイターズ外伝漫画 AR で登場する V2 ガンダムイマジンフルバーニアンは、本郷奏多さんの制作期待が採用されているの。西川貴教さんも自身のキャラでモビルスーツに乗ってるけど、自分で作ったガンプラが漫画に登場するなんて、ガンプラ好きにとっては夢みたいな話だぜ。初ガンプラは小学生の頃っていうことを、自身の YouTube チャンネルで語っていて、最初は SD ガンダムのプラモデルを作ってたけど、その時はガンダムの知識は全然なかったそうよ。
そこから高校生くらいの時に映像作品を見て、ガンダムとガンプラにハマったらしいわ。さらに時が流れて2020年11月、ガンプラエクスポに招待された本郷奏太さんは、ガンプラ40周年ビルドアンバサダーに任命されることになるの。最初はガンダムも知らなかった小学生が、大きくなるにつれてガンダムの魅力にハマったことで、ガンプラの良さを伝えていく役割に就くなんて、本当に夢がある話なんだぜ。本郷奏太さんの YouTube チャンネルでは、ガンプラ制作動画もたくさん上がっているんだけど、合わせ目消しやあとハメ加工、クリアパーツに LED を仕込んだりはもう当たり前だし、超音波洗浄機でパーツを洗浄して、塗装をする際にはサーフェイサーを吹く流れはもはや定番よ。俳優さんの YouTube なのに超音波洗浄機とサーフェイサーが定番になってるのが面白いな。正直ガンダム好きで有名っていう点では他の方のイメージが強い部分もあるけれど、自分が好きなようにガンプラを改造して、それをいろんな人に見てもらいたいという姿は、個人的にとても共感するポイントだから、最後に紹介させてもらったわ。ビルドアンバサダーとして今後もたくさんガンプラを布教してほしいんだぜ。ここまで6人のガンダム、ガンプラ大好き有名人を紹介してきたけれど、他にもたくさんの著名な方々が、ガンダムやガンプラを好きでいてくれているわ。視聴者さんの中にこの有名人がガンダム好きで嬉しい、みたいな人はいるかしら？ぜひあなたの意見もコメントで教えてほしいんだぜ。ただ、こういうガンダム好きとかガンプラ好きで少しだけ思っちゃうことがあって、有名人とか芸能人でガンダム好きだと、時々ネットでにわかとか叩かれてたりするだろ？悲しいことにそういうこともあるわね。最近だとロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんがククルスドアンの島で CM に出演された際に、心ない人たちににわか扱いされて、少し騒動になったりもしたわ。芸能人とか有名な人たちがガンダムを布教すれば、その分ガンダムの知名度も上がって、必然的にガンダムの存在も一般に周知される、いい機会って考えちゃうんだが、違うのか？個人的には、そういう人たちの気持ちもわからないわけじゃないの。例えばマリサも、大してガンダム知らない人がガンダムはアムロとシャアが戦う話だろ？みたいに言ってきたりしたら、ちょっとムッとしたりしないかしら？まあ、確かに。普通はそういう認識だよなと思うけど、ちょっと思うところはあるよな。これは考察なんだけど、芸能人や有名人は、テレビとかのメディアで強い発信力を持つ人たちだから、そういう人が、間違ったガンダムのイメージを世間へ伝える可能性が怖いんじゃないかしら？特にガンダムなんて膨大な設定と公式による後付け設定のオンパレードだし、テレビで何気なく喋ったガンダム知識が間違いでした、なんてこともあり得るしね。テレビマンも全員ガンダムのファンじゃないし、修正を確実にはできないだろうしな。でも芸能人や有名人の方も、別にガンダムをとも締めようと発信しているわけじゃなくて、逆に私はこれだけガンダムが大好きです、って自分なりの言葉で表現しようとしてるはずだから、間違ったり自分の解釈と違うことに起こるんじゃなくて、その熱意を認めてあげるのがいいと思うの。だから、うちのマリサが時々変な勘違いしてても、菩薩のような心で視聴者さんには見てほしいわ。それは本当に許してほしいんだぜ。以上、ガンプラ、ガンダム大好き有名人についての解説でした。あなたの意見もぜひコメントで教えてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。